アリーナのお客様、そして2階3階のお客様、こんばんは。ちょっと受けてよ、ここ受けるとこなんだから。アリーナ、まあ、アリーナだもん、ここアリーナ。それであそこは2階3階のお客様ですからね。まあそういうわけで、あのなんだっけこのバンドは。このバンド、フレンズって言いまして、このそうだよ、そうだよ、ちょうどもうね30、もうちょうど何年だ、35年ぶりだよね。5年前、我々の一番売れた曲っていうんじゃないですけど、8万枚だよ、8万枚、今8万枚売れたんだこれ。あ、すごいね、8万枚だよ。そんな売れた曲もあったんだよ、ね、同時期に小坂明子のあなたが売れちゃったから。あ、そうプレス前に間に合わなかった、ね、プレス間に合わなかった、ね、レコード店行ってもなかった、ね、売ってなかった、ね、でそのまま俺たち終わっちゃったんです。失礼しました。そうだね、そうなんですよ。そっか、じゃあその懐かしい曲をやるにあたって、俺たちはフレンズというグループだったんだ よ、 そうだよ。でもあと2人本当は いなきゃいけないんだよ、ね、ケンちゃんとたけし君と、これ探したんだよ。そう、俺たち家まで行ったの、おさむ君が行ってくれたみんなでね。そうだけど残念ながらね、もう見つからなかったんだよ。いや、そうなんだよ、うん、だから、うん、もしかしたらまた、どっかで見つかるかもしれない。その時はそ、ね、その時でまた考えなきゃいけないんだけど、ね、まあ一応とりあえずタミちゃんと俺とやってるから、またね一つよろしくお願いします。それじゃあはい、ありがとうございます。じゃあ当時の曲を思い出して、フレンズの曲を2曲で、ね、やってみたいと思います。熱い贈り物という曲と、そして、カモメを急ぐという曲、2曲続けてお送りいたします。いい曲だね。何？もう酔いしれだったよ、俺自分で歌って。だ分かってた、後ろ姿酔いしれてたら。だからさ、よく分かんないんだよ俺。あ、それからこの曲ほら、アクユーさんですよ。そうなんです。これね、我々の曲は本当に皆さん知ってる通り、作詞ね、アクユー先生、作曲井上大輔先生で、本当ヒットメーカーがたくさん作ってくれたんですよ、我々の曲を。なんでヒットしねえかと。俺たちだけね。タレント心に思ったんですよ。やはりこれは事務所が悪い。そう、悪かったね。事務所が悪いと思いましたね。タレントは良かったんだけど、事務所が悪い。タレントは良かった。でもね、考えてみたら事務所じゃないんだよ。ちょっと後にね、我々の事務所はね、
偉大なるグループを作ったんだよ。そうだよ、事務所のせいじゃないんだよ。そう、横浜銀杯とかね、そうそうそう、島大輔とかさ、ああいうすごいのを作ったんだよ。だから俺たちはやっぱ俺たちが悪かったのか、そう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 俺たちが悪かったんだよ。やれとせなかった、責なんだから死にかけたんだもんな。そうそうそう、やっぱり死にかけるとね、一回でこうやってね、もう一度カムバックするとね。カムバックしてんの今、今日カムバック、ずいぶんすごいね。カムバックっつったらね、カムバックだなんかすごいね。違う違う、だから俺ね、死ぬまでね、また歌をやろうかなと思ってんだ。思った、じゃあ今日最後だな。いや違う違う、いやそう、俺ね、俺よく考えてみたらね、あの今度ね、エグザイルと勝負しようと思ってんだ。無理だ、嘘だろよ。どの勝負、名前、ヒゲだけ勝負するのか。違う違う、エグザイル名前、俺たちのじゃあ名前勝負する名前なんだ。だからヒゲガエル、ヒゲガエル、アホかお前。いつから BG4 だフレンズは。フレンズ BG4 か。違う、だからさ、だから普通さ、どういうねタレントを目指してこれからやっていこうかとかあるじゃん。俺たち2人なんだから、それとあとその他大勢なんだから。いや、ケンちゃんとたけしさんが見つかるまでこうやり続けるべきですよ。そうだよな、みたいな。ライブもちょこちょこやろうよ。そうやろうね。ほら拍手来てます、ありがとうございます。だからそうそう、一応ね、ここだけで話なんだけど、さっき決まったんだけどね、我々とね、フレンズというグループとね、我々の後輩にね、レモンパイというグループがいるの。知ってますよ。そしてね、こいつの引き継ぎ、こいつがロッキーズだろ。ロッキーズっていうのね、そうそう、4人のね、このイサオっていうんだけど、これのロッキーズがいるのよ。そうそう、それで俺の弟のね、オサムのバンドがブラックサタンって、BS ってカレーじゃねえんだから、ブラックサタン、ブラックサタンだ。この4つのグループをもう全部で集まってやろうと思った。あ、いいね。場所はね、皆さん知ってる通り、武道館でやる。どこで売れるかな。違うよ、武道館と思う、みんな勘違いしちゃいけないよ。武道館の隣の武道園、武道園山梨か。そうそうそう、じゃあそこでやるから。あ、そう、ここだったら入るね。それでチケットを、いくら、みんな、それは雰囲気、雰囲気、うん、それで儲かった金はみんな俺の手術代と薬代と、またピアネ、全部ピアネ、ピアネね。そうそう、ピアネ全部それでやるから。了解。だから俺が死ぬまで1年に1回は必ずやる。じゃあお前のさ、そうそう、ピアネ代出してやるよ、みんなで。そうそうそう、ね、うん、だからそういう風にやっていくからね、はい、これはちょっと約束しよう。雨に汚れた街で、あなた。
これどっからでも入れんだよ。そうなの？いいんじゃない？じゃあ俺違うんだよ。どっから入るか分かんないじゃん。だってせっかく今いい雰どっか。イサオもこげんのうまくないね。イサオね。うまくなって。もう酔っ払ってっから余計うまいよこげんの。そうだよもう。なんかこれに神経を。お前腰打っちゃったらどうすんだよ。あの労働大変なんだから。大丈夫かお前。一人身だから誰かね。ちょっと待て待て。少しお前回復するまで遺族の回復もあった回復するまでちょっとやるけどおいちょっと真面目でやれよ真面目あんたが真面目じゃないんだよ本当に痛いんだよ俺本当に痛いんだよお前イサオお前年いきそうだったのイサオ正直イサオくんさでも天才ギターとして16で上京してきてそうだよなシャープ5とかそうだよなミネさんだけイサオな本当銀杯の時もよく頑張ってくれたしさでも全部酒でダメになっちゃうんだよこれ本番前銀杯でも何でも飲んじゃうんだよこうやってイサオ本当にもう長いこいつ16の時は付き合ってるけど本当バカなんだよなギターうまい俺もバカだけどこいつもバカもういいタミちゃんが一番バカだけどお互い様ぜよお前そうじゃんじゃあちょっとこれをやる時メンバー紹介ちょっとさせてもらうから、ね、拍手してあげてくださいお願いいたしますじゃあスタンバイ目やりましょうShit.
介したいと思います。まずキーボード土屋学君です。拍手どうぞ。弟でございます。ベースギター田口治君。はい、皆さん写真どうぞ。バカだね。お前弾けよ。ジャカジャンとかさ、なんかよわけわかんないけど、おいいね、いいじゃん。現実でございます。 第2のリーダーを務めております。今回一生懸命頑張ってくれて、いろいろいろんなことを協力してやってくれました、田宮明君です。さあ皆様お待たせいたしました。さあここに右手におりますうちの大リーダー糖尿病歴1年間血管詰まる箇所5箇所今一瞬今年2回の手術受けます。頑張ってください。水無月しげる。またまた小栗旬です。Yeah.